はい、1月生まれのお友達おめでとうございます。さて、1月という季節、まず何がありました？1月の初めに、そう、お正月がありましたね。もうお正月は、ね、いろんなこと終わりましたね。そしたらばどうなりました？冬、寒くないですか？寒いよね。12月の時よりも今の方が寒くなってきましたよね。この間東京の方では大雪が降ったそうです。テレビで見た人、ねえ、こちらの、はい、いいですよ。茨城県の方ではあんまり雪は降りませんでしたが、東京では大雪が降ったそうです。って言いますか、その時園長先生東京に行ったんです。いっぱい雪がありました。ずるい？ずるいよね。でもね、園長先生も雪で遊べなかったのよ。うん。さて、そういうふうに1月になるとどんどん寒くなってきます。さあ、寒くなってくるとどうしようか。寒いからお部屋の中でずっといましょうか。だって寒いじゃない。そうだね。皆さんのこと、子供はなんていうか知ってる？そう、誰か出たね。子供は風のこと言います。風、お外に冷たい風が吹いてても元気、体が元気ならば思い切って外で遊んだ方がもっともっと元気になるからです。みんなそうだね。教室にいてもいいよって言ってもみんなお外に飛び出していくもんね。それぐらい外で寒くても遊ぶのが大好きなのが子供です。あんまり縮こまっていてはいけませんよ。だけどそれでも風邪をひいてしまったりすることがあります。ただ元気に遊ぶだけじゃダメなんです。そのためには、そう、手洗いうがい、あと、体を、自分の体を丈夫にするっていうことが大事なんです。そのために今出たね、なんだっけ、もう一回、せーの、はい、ちょっとバラバラだったけどね。早寝早起き朝ごはん、これがすごく大事なんです。どうですか皆さん、朝ごはん食べてきましたか？もりもり食べてきましたか？で、今日は誕生会の前に何か食べましたか？ケーキもいただきましたね。で、誕生会終わってお昼になると今度は給食がありますね。給食のみんなもりもり食べられますか？はい。じゃあね、そういうふうにもりもり食べてください。朝ごはんだけじゃないです。お昼ごはん、夜ごはんもすごく大事なんです。おやつも大事だよ、ね、そういう風にして人間は口から食べ物を食べて、それで丈夫な体を作るんです。これが食べられなくなると丈夫じゃなくなっちゃいますからね。で、いっぱい食べるためにはいっぱい遊ばなきゃダメですよね。いっぱい遊んで、いっぱい食べて、いっぱい寝るんです。大丈夫ですか？皆さんできますか？はい。これからね、どんどん普通の風邪じゃなくてインフルエンザとかっていうね、もっとね、悪い風邪が流行ってきます。お熱が高くなってきたりします。そんな時どうする？そんな時でも風邪の子だから外で遊ぶ？ダメだよね。もしお熱が出たり体がだるくなったらば、これは無理して遊んではいけません。そう、そういう時には必ずお家の人や先生に言ってお医者さんに見てもらってください。注射されるかもしれません。注射嫌な人、注射嫌だよね。でも注射しなきゃ治らないんだよね。風邪をひいたらばちょっと痛いけど、うんって我慢して注射をしてください。そして注射が嫌だったら、さっき言ったように手洗いうがい、それから
早寝早起き朝ごはん、これを守って風邪をひかないようにしてください。どうだろうみんな、春が来るまで風邪をひかないでいられるかな。ねえ、なかなか難しいことですが、春が来るまで風邪をひかないように皆さん元気で過ごしてください。はい、以上です。